げてまいりましょう。
近くの方とご挨拶なさってください。それでは続けて賛美をしていきましょう。「いつでも悲しい」
求めて主の清さを求めて主はただ手を広げ私を迎えてくれる主の光を求めて主の清さを求めて主はただ手を広げ私を
られるその素晴らしい計画を私たちに見せてください。御声を聞きます。主はあなたの
御顔を見上げます。この私たちの口に与えられている賛美を主を止めないで、あなたに捧げ続けます。やめないで主をあなたに捧げ続けます。歌い続けます。主を、時々こんな私があなたに礼拝を捧げるものにふさわしいのか不安になることがありますが、でも主よ、私はあなたに選ばれ、あなたに救われ、あなたに生かされているものです。主よ、今私たちは心から力の限り、命の限り、あなたに賛美を礼拝を捧げます。この人生を主よ、あなたに捧げます。どうかそれを邪魔する力をあなたのその権威によって縛ってください。私たちを黙らせようとするもの、また私たちを邪魔しようとするもの、あなたの身元を生かせないようにするもの、いろいろな力が働きます。でも今イエス・キリストの御名によってそれらの悪しき力に命ずる。私たちから離れなさい。私たちは主に選ばれ愛されているものである。私たちは光の子供である。神様、どうかもう一度あなたの身腕に私たちを包み、あなたの身元へと引き寄せてください。主、私たちを通してあなたの愛が流れ出ていくように、一人一人作り変えて用いてください。主よ、これからの続く礼拝の中で私たち一人一人にあなたが語ってくださることを感謝します。どうか導いてください。主よ、これから捧げる献金もあなたの御用のために用いてください。愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ、感謝します。どうぞお座りください。それでは特別賛美のうちに献金を捧げてまいりましょう。
聖書をお読みいたします。ヘブル人への手紙11章13節から16節までです。ヘブル人への手紙11章13節から16節までお読みします。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥とはなさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。お祈りいたします。愛するイエス様、今日あなたを礼拝するこの恵みをありがとうございます。私たちにとってすべてはあなたです。すべての根源はあなたであり、すべての目的はあなたであり、すべてのたどり着く場所はあなたであります。日々あなたと共にいられるこのことを感謝します。イエス様、今日あなたが何を私たちに語りかけ、何を教えてくださるか、私たちはもっともっと成長したいです。あなたに近づきたいです。あなたの御心の通りに、あなたの御思いのままに生きていきたいです。どうぞ今私たちを整え、聖霊様、あなたが豊かに行き巡ってくださって、私たちの心を豊かに豊かに整えてくださいますように、これからの時を期待します。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。おはようございます、もう3月も半ばになってきました、ついこの間明けましておめでとうございますと言ったような気がしますけれども、本当に早いですね、1月は行く、2月は逃げる、3月は去るというように昔から言いますように、特に1月から3月は何か慌ただしくて早いような気がしますね。よく人生は旅のようなものだというふうに言いますけれども、その人生という旅もこうだんだん年を重ねるにつれて、だんだんこうなんかスピードが増してくるような、そんな気がしますね。実はこれは単なる思い込みではなくて、そういうことをきちんと学問をした人がいるんですね。法則を発見した人がいるんです。ジャネーの法則っていうんです。聞いたことありますか？これはね、年を取るに従ってだんだん同じ24時間でも早く感じるようになる。で、ジャネーの法則によるとですね、5歳児の5歳の子どもの30分は10歳になると15分に感じられ、20歳になると7分30秒に感じられ、30歳では5分に感じられ、40歳になると3分48秒に感じられ、50歳になると3分になる。ねえ、5歳児の30分は50歳になると3分ぐらいに感じる。そう言われるとですね、小学生の時に40分授業だったんです。これが長かったんですね。私の個人的なね、小学校の時の喜びは給食の時間だったんです。で、朝行って早く給食の時間にならないかな。でもその長いこと長いこと果てなしない時間を我慢すると、やっと給食にたどり着くという、そんな記憶が今あるわけですけども、でも年を取るとこれがどんどん早くなっていく、ね、そうすると5歳児の1年は50歳の人にとっては1ヶ月ちょっと
ということになりますよね。だから年を取って早く感じるというのはまさにありだということですよね。年齢を重ねていくとだんだんこうスピードが増してくる。ちょうどビデオテープとかね、ああいうのをこう早送りすることありますよね。なんか最初はゆっくりの感じですけども、だんだん終わりになるとシュ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 ってこう止まるんですよね。今日もこの中にね、もうシュッシュッって音が聞こえてる人もいらっしゃると思います。でシュッって止まったらね、じゃあねっていくんですよ。だからじゃあねの法則というんじゃないんですけども、まあそんな中で人生をどういうふうに生きていくのかということを今日も改めて考えておきたいと思います。今私たちはヘブル人への手紙を初めから順番に開いてきて11章までやってきました。で11章でちょっとね、そこに出てくる人たち一人一人の生涯をこう旧約聖書から確認しながら学んでいますので、ちょっと11章時間かかっていますけども、もうすでに11章で6人の人の名前が挙がりました。旧約聖書の信仰の英雄と呼ばれる人たちですよね。でその人たちはどんな人生を送っていたのか、共通点があります。彼らはみんな信仰に生き、そして信仰によってその生涯を全うした人たち、そして彼らはこの地上では自分は旅人である寄留者であるという意識を持って、そして天のふるさとを憧れて生涯を送った人たちであったということですね。そして彼らはみんな神様からたくさんの約束をもらいましたけれども、その約束が彼らが生きている間にはほとんどそれは成就しなかった。でも彼らは次の世代にそれが成就することを確信して信仰によって歩んでいた人たちだということですね。今日は彼らの信仰から3つのことを学びたいんですけども、まず1番目は神の約束を確信しながら歩むということです。13節をもう一度読みますと、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎えとあります。彼らは神様からどんな祝福の約束をもらったか、まず一つは土地を与えるという約束でした。アブラハムがカルデアのウルというところに住んでいました。今のイラクのある地方になりますけれども、神様が私が示す地に出て行きなさい、私が示す地、つまり土地を与えるからそこに向かって出発しなさいという約束をもらったわけですね。でアブラハムはその約束を信じて出発していくわけです。やがてその約束の地に着きます。すると神様はアブラハム、周りを見てごらん、これがお前に約束した土地だよってこういうふうに言われるわけですね。アブラハムはその旅ごとにそこに祭壇を築いて神への感謝の祈りを捧げているわけです。さらにアブラハムは土地だけではなくて多くの子孫を与えるという約束ももらいました。彼がカルデアのウルを出た時は75歳、そして奥さんは65歳、子供はありませんでした。普通はもうそういう夫婦には子供は与えられないわけですよね。でも神様がアブラハムを見上げてごらん、その星空をとおっしゃったんです。そしてアブラハム、お前の子孫をこの星の数のようにしてあげるってそう言われると、アブラハムはそれを信じたと書いてあるんです。その信仰によって神様は彼を義と認められたと書いてあるんです。土地を与える、そして多くの子孫を与える。しかしこの約束はアブラハムが生きている時にはほとんど成就していません。しかしもしアブラハムが今日の世界を見せられたら、まさにその約束が成就していることを彼は見るはずですね。神が約束されたその場所に今イスラエルという国があって、アブラハムの子孫たちがそこに住んでいるわけです。そしてアブラハムの子孫はユダヤ人だけではなくアラブ人もアブラハムの子孫です。まさに星の数のほどに子孫が増え広がっている姿を今日だったらアブラハムは見ることができます。でも彼が地上を歩んでいる時はその約束のほんの一部しか彼は見ることはできなかった。でも神の約束は必ず成就する。
自分が生きているときは成就しなくても次の世代に、そのまた次の世代に必ず成就する、そう信じて彼は歩んでいたということですね。神の約束は必ず成就する。昔イギリスにジョージ・ミューラーという人がいました。彼はドイツ人なんですけども、20歳までは放蕩の限りの人生を過ごしますが、20歳の時にイエス・キリストに出会って彼の人生は全く変えられます。彼は法律家になりたいと思ってイギリスに渡ります。法律の勉強をするために。ところがそこで彼が見たものは、道端にたくさんの子どもたち、つまり親のいない子どもたちが道端でこの溢れている姿を見たわけです。その光景を見た時に、ある一つの聖書の言葉が彼の心に迫ってきます。それが詩編の68編の5節の言葉なんです。そこにはこう書かれています。神は聖なる宮にいます。みなしごの父となり、やもめの訴えを取り上げてくださる。ここに神様はみなしごたちの父であるという言葉が彼の心に迫ってきて、まるで神様からのメッセージとして、ジョージ・ミラー、お前はこの人たちの父親になってやりなさい、私と一緒にこの子たちの面倒を見てほしい、そういう神様からの呼びかけとして彼は聞くわけですね。そして彼は法律の勉強からこの子どもたちを養う孤児院を経営するようになるんです。で、彼の信仰生活というものは、姿勢は徹底していてですね、孤児院の働きのための経済的な必要は外部に一切訴えないということを決めたんです。普通はそういう、まあ、孤児院を経営したりすると食費を与えたり医療を子どもに与えて、たくさんの経済的必要がありますと外に向かってですね、寄付してください、献金してくださいって、こういうふうに訴えるのが普通なんですけども、ジョージ・ミラーはこれは神様が始めてくださった事業だ、神様が必ず必要を満たしてくださる、だから自分は必要が生じたら神様にだけ訴えるんだと決めてスタートします。で、その個人の一室に彼専用の祈りの部屋を作ったんです。何か必要があると彼はそこに入って神様に必要を訴える。すると不思議な方法を通して、いろんな人たちの手を通してその必要が満たされていくわけですね。彼は生涯約1万人の孤児を世話をしたと言われています。彼の生涯はこの伝記になって残っています。本当に奇跡、彼の祈りを通して多くの奇跡が起こっていくわけですけども、その中のエピソードの一つを紹介しますと、ちょうどそれは400人ぐらいの孤児がいた時なんですが、あるお昼の時間になったんですが、その食事係の方がですね、ジョージ・ミラーに、先生、食料庫が空っぽですと、今日のお昼に子どもたちに出すその食べ物がありません、そう訴えてきたそうです。それを聞くとジョージ・ミラーはいつものように祈りの部屋に入って祈ります。で、祈り終わって出てくるとですね、その食事係の人にこう言いました。今日も食事の時間になったら子どもを食堂に集めてください、そして子どもたちの前に空っぽのお皿を並べてくださいってこう言うんですね。やがてお昼の時間になります。子どもたちが食堂に集まってきます。でもテーブルの上には空っぽの皿が並んでいるだけなんです。その時、玄関の方で騒々しい物音がします。何事かと思って出てみるとですね、食料をいっぱい積んだ馬車がそこに止まっているんです。何があったかというと、実はですね、その孤児院の近くに大きな工場があって、その工場で従業員のためのピクニックを計画して、近くの農家にですね、食料をいっぱい注文してたんです。パンとか牛乳とか果物をですね。ところがその日の朝になって急に天候がこう急変して暴風雨になってしまったんです。で、急遽ピクニックが中止、注文した食料もいらないって言われてしまったんですね。困ってしまった農家の人はまさか廃棄処分にするわけにもいかない、なんとか有効に使いたいと思った時に、あ、近くに孤児院があったな、あそこに持っていけばきっと有効に活用してもらえるかもしれない、そう思ってたまたまそこにやってきたわけですね。こうやって再びその孤児院の食料庫がいっぱいになった、こんな奇跡がいっぱい起こっていくわけですね。彼の祈りは彼が生きている間にほとんど聞かれたというふうに言われています。まさに祈りの人、ジョージ・ミューラーです。しかし彼の祈りは彼の死後に聞かれた祈りもあるんです。彼がクリスチャンになった時に親しい友人が5人いました。そして彼はこの親しい友人は、ぜひイエス・キリストを知ってほしい、救いの
喜びに預かってほしい、そうやってその5人の友人のために彼は一生懸命祈り始めたんです。5年目に1人の人が救われました。そしてさらに15年目にさらに2人の人が救われました。そして25年目に4人目の人が救われました。しかしあと残りの人は、彼が死ぬ時にもまだ救いに預かっていませんでした。しかしジョージ・ミラーが亡くなった後に、彼が祈り始めてから52年目にその5人目の人も救われたんです。私たちが神様に捧げる祈りは神の御前に覚えられていて、私たちがこの地上を去った後もその祈りは働いて神様の御前に覚えられているということです。神様の祝福の約束は私たちの時代を超えて次の世代にまで進んでいくということです。皆さんの中にも誰かの救いのために祈り始めて、特に子どもたちや、ね、孫たち、まだその祈りが聞かれていないという方がいらっしゃるかもしれません。親しい友人やあるいは家族のためにもうたくさん祈りました、たくさん話しました、教会にも何回か連れてきました、でもまだ心が全然開かれていません、聞く耳がありません、神様はもうあの人は無理です、もうあの人は地獄でいいです。皆さん諦めないでください。あなたの祈りは主の前に覚えられています。あなたが生きている時にその人の救いを見ることがないかもしれない、でもその祈りは神様の御前に覚えられていて、次の世代に次の世においてその祈りは聞かれるかもしれない。この信仰の人として出ている人たちはそういう信仰を持っていた。神の約束は私の代では全てを見ることはできなくても必ずそれは成就していくんだ。これがこの信仰の勇者たちのまず信仰であったということです。二つ目に彼らの信仰は、自分たちはこの地上にあっては旅人である寄留者であるという自覚を持っていたということです。13節に、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのですと書かれています。例えばこのことを裏付ける一つの記録は創世記の23章ですが、アブラハムの妻サラが亡くなります。先に亡くなるんですね。127歳だと書いてあります。ヘブロンというところに亡くなります。夫のアブラハムは妻のためにその妻の遺体を納める墓地を買いたい、ね、そしてその土地の所有者にお金を払ってですね、その土地を買って妻の遺体を納めるわけです。でもヘブロンは神様が彼に与えるとおっしゃった約束の地にいるわけです。神様が与えるとおっしゃった約束の地にいながらですね、アブラハムはどう言ったかというと、私はあなた方の中に寄留している異国人ですが、ね、神様が与えるとおっしゃったその土地に住んでいながら、なおここは私の最終的な場所ではない、私はこの地にあってはどこまで行っても旅人であるという意識を持っていたということが分かります。またアブラハムの子孫でダビデという王様がいます。彼は王様で自分の領土を持っていました。それは約束の地です。しかし彼はそのどこに行ってもこれは私の土地だ、私の領土だと言ってもおかしくないのですが、彼はその繁栄の全盛期にあってもこのように祈っています。第一歴代史にありますが、私たちはすべての父祖たちのように、つまりアブラハムやイサクやヤコブのようにですね、あなたの前では異国人であり寄留しているものです。地上での私たちの日々は影のようなものです。そこで広大な領土を所有している王様でありながら、ダビデは私はこの地上にあって旅人のようなものにしか過ぎないんだという自覚を持っていたということですね。もちろんこの聖書の人の言葉を借りるまでもなく、昔から古今東西ね、人生は旅のようなものだと言った人たちはたくさんいらっしゃいます。例えば鴨の長明北条記という書物の中に冒頭彼はこう書いてあります。行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、さらにですね、世の中にある人と住処とまた格のごとし、こう歌っていますね。流れて水の行くのような人の人生はそうだ。松尾芭蕉は奥の細道でこう言いました。月日は百体の価格にして行き交う年もまた旅人なり、人は旅人のようなものだ。西洋に目を向けますと、シェイクスピアはこう言っています。人生は歩いている影たるに過ぎん、
ただひととき舞台の上でぎっくりばったりやって、やがてもう噂もされなくなる惨めな俳優に過ぎない。まあ、彼独特なこう皮肉的な見方ですよね。さらに英国の詩人ドライデンは、人生は宿屋、死は旅行の終わり、こんなふうに言っています。だから人生は旅であるという言い方は多くの人がしていますが、でも残念ながら彼らはその旅がどこに向かっているかということは教えてくれなかったんです。フランスの画家でゴーギャンという画家がいますね。彼は1888年にゴッホとの共同生活にピリオドを打って、地上の楽園を求めてこの南太平洋のタヒチ島に、当時はフランス領でしたが、タヒチ島に渡ります。その地に着いた時に彼はヨーロッパの友人にこう言っています。私はとうとう地上の楽園を見つけた。でもそこが楽園でないことにすぐ彼は気がつくわけですね。そして彼はそこで病気と貧困に苦しみます。失望してまたフランスに帰ります。でもそこでも彼の絵は売れない、貧困と病気の生活が続くんです。やがてこの家族にも見放され、愛人にも見捨てられるんです。で、失意のうちにまたタヒチに戻ってくるんです。そして彼はそこで、自分の娘が亡くなったというそのニュースを受け取るんですね。それは彼を本当に打ちのめします。彼は服毒自殺を図ろうとしますが、まあ、未遂で終わるんです。そして彼は最後の力を振り絞って最後の作品を残します。それが有名な、ね、絵なんですけども、横長の、ね、大きい絵です、次の絵かな、はい、これですね。見たことあると思いますね。で、彼はこの作品、絵の中にある言葉を書いています。それがこの絵のタイトルになっていますけども、左の上の方に何か文字らしきものが見えますね。なんて書いてあるかというと、こう彼は書いたんです。我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこに行くのか、ね、彼も自分は旅人だと知っていたんです。でも一体自分はどこから来たのか、そして何者なのか、そしてこの旅はどこに向かっているのか。彼はその答えを見つけることなしに人生を寂しく終わってしまったわけですね。しかしこの聖書の信仰の偉人たちは、自分たちの旅がどこに向かっているかを知っていた人たちです、ね。それは3番目のことですが、天のふるさとを目指して歩んでいたということです。14節からもう一度読みます。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れたのです。アブラハムは自分の生まれ故郷カルデアのウルに戻ろうと思えばいつでも戻れたはずなんです。別に故郷を追われるようにして出てきたわけじゃない。彼は75年間そこで、その地域で十分にこの生活の基盤を築いていたんです。だからいつでも帰ろうと思えば帰れたんです。でもアブラハムは絶対に自分の生まれ故郷には帰っていかなかった。むしろ彼は天のふるさとを目指して歩んでいたということですね。どうして彼らは地上のふるさとよりも天のふるさとの方を憧れたのか。その一つの大きな理由は、彼らはこの地上で神様と本当に親しい交わりを経験し、それが本当に素晴らしいものだということをもう体験していたんです。でも地上に生きているときは、いろんな生活の雑用に追われて、その親しい関係がしばしばこの中断してしまうことがあったわけです。でも天国に行ったら、もはや一切の雑用から解放されて、本当に神様だけを見上げて、素晴らしい時が永遠に続くんだということを知っていたんです。それを憧れ求めたんです。だから天のふるさとを目指して彼らは進んでいたということですね。天国の麗しさを味わった人は、もうそれを本当に心から恋したようになるんです。新約聖書にパウロという人が登場します。彼は神様の特別な憐れみによって天国を見てくるという機会が与えられたんです。彼はそのことを自分の手紙の中にこんなふうに書いています。第2コリントの12章では、第三の天にまで引き上げられました。
パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたのです。彼は天国の素晴らしさを見てきたんですね。彼がそのことを話したときに、多くの人々が、パオロさん、天国ってどんな素晴らしいところなの。パオロは一生懸命それを伝えようとしましたが、結局その天国の素晴らしさをそのまま伝える言葉がないことに気がついたんです。それはちょうど皆さんがね、美しい夕焼けを見てその感動をこの目の見えない人に伝えようと思う時のもどかしさを想像してください。夕日って何って聞かれたら、見たことがない人に説明する、そこから説明しなきゃならない。ましてやその夕日の美しさや自分がどんなに感動したかを伝えることはほとんど不可能です。つまりあなたはこう言うでしょう、その美しさ、私の感動を伝える言葉を私は持っていません。パウロは同じように天国の素晴らしさを見た、でも伝えようとしたけれども、その言葉が私にはないって言ったんです。ですから彼は自分の人生がもうすぐ終わるということが分かったときにこう書いています。第2コリントの5章ですが、この幕屋の中にいる間、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなく、かえって天からの住まいを期待からです。そのことによって死ぬべきものが命に飲み込まれてしまうためにです。パウロは幕屋を脱ぎたい、幕屋というのは自分の肉体のことです。つまりこの地上の生活です。この生活、この地上の生活、この肉体を持っている限り、いろんな束縛や痛みを経験する。確かに肉体があることによって疲れを覚え、病むことを覚え、そしてやがて死んでいく、さまざまな思い煩いにとらわれている。早くこの体を脱ぎ捨てて、私は天に帰りたいんだ、そして本当にあの素晴らしい私が見せられた天国に帰ることを私は心から望んでいるんだと、そう言ったんですね。神様を信じて歩む人々にとって、天国は単なる一つの理想郷ではなくて現実なんです。私たちの人生の旅路もこの天のふるさとに向かっている歩みであるということです。最後に一つのお話をして終わりますが、アフリカの奥地で30年以上わたって神様に仕えた宣教師が一時的な休暇をもらって自分の国に船で帰っていきました。たまたまその船にアフリカのリゾート地で2週間の休暇を終えて帰っていく大統領家族も乗っていたんです。やがて船が自分の国の港に着きます。すると港には大勢の人が出迎えています。でも彼らは大統領を迎えに来たんです。彼のためには誰も迎えに来ていない。その時に彼が一言神様につぶやいたそうです。神様、たった2週間の休暇を終えて帰ってきた大統領のためには、こんなに多くの人々が迎えているのに、30年もあなたのために労して帰ってきたこの私のためには、自分の国に帰ってきたのに誰も迎えに来ていません、不公平じゃないですか。するとその時神様が彼の心にこうおっしゃったそうです。愛する我が息子よ、お前は本当の自分の国に帰ってきたのではありませんよ。あなたの本当の国は私のいるところです。やがてお前がこの地上の旅を終えて本当の自分の国に帰ってくる時、私は多くの御使いたちと多くの生徒たちと共にあなたを盛大に迎えてあげるからね。あなたが本当の自分の国に帰ってきたときに。彼はその言葉に励まされ、しばらく休暇を取ってまた宣教師に帰ってきました。そして彼はそこで生涯を終えていくわけですね。私たちも今人生の旅路の途中です。皆様、自分がどこに向かっているかが分かっていらっしゃる方々ですね。その先は素晴らしい天のふるさとが私たちを待っていてくれる、その自分の国に向かって今日も進んでいきたいと思います。もちろんこの旅路も主が伴ってくださいますので、この旅自体も楽しいもの、嬉しいもの、素晴らしいものですが、その旅の向こうにさらに素晴らしい世界が私たちのために用意されていることを覚えながら歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、私たちはそれぞれこのように生を受けてここまで人生の旅路を歩んできました。ある時までは自分の人生の旅が終わってどこに行くのかを知らないまま、ある意味旅をさまよっているものでしたが、ある時あなたに出会って、人生の道案内に出会って、
確かな希望を持って人生を歩むことができる歩みを始めることができました。今日も私たちの人生がどこに向かっているのか、私たちの旅がどこに向かっているのかを知って歩めることをありがとうございます。今週も私たちの旅が続きますが、旅自体も主よあなたが伴ってくださるので楽しいものになるはずです。いつもそのゴールを忘れないで進んでいくことができますように、今週も励まし導き助けてください。イエスキリストのお名前によって祈ります。アメン。しばらく一緒にお祈りしましょう。では最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりがこの週もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。最後にアナウンスをしたいと思います。今月の最後に、中高生のスプリングキャンプがあります。で毎年、中高生たちがそのキャンプを通して本当に素晴らしく変えられていく、そういう様子を私たちは見ていますので、あ、キャンプの案内ある？じゃあ前来て、こっちからかな。はい、アナウンスがあればどうぞ。こんにちは。ホープで25日からキャンプが始まります。その資金としてタンブラーと、パーカーを売ってて、あとなんか前の年とかのシャツも売っています。ぜひ、帰りに寄っていただいて、あ、ホットドッグも売ってますし、お気に入りのものをぜひ探していただいてお買い求めください。お願いします。くるっと回れば全部買える仕組みになっているので、くるっと回ってください、はい、くるっと回ってください。こうやって中高生たち自身がですね、いろんなグッズを販売したり、その収益を、キャンプ費に充てて、参加者の子どもたち一人一人の負担をできるだけ少なくして、できるだけ多くの、中高生参加してもらいたいということを毎年やってるんですけども、実はね、一生懸命売ったりしてますけど、その収益はね、ミミズの涙みたいなもんなんです。全体の必要から言うとですね。それでもう第一礼拝第二礼拝の方にお願いしたんですけども、キャンプのための献金をぜひお願いしたいと思います。で今献金の箱を回しますので、スプリングキャンプのためのこれは献金ですので、ぜひご協力ください。もちろんご用がない方はね、ぜひそこに祝福があれって祈りを詰め込んでくださって、後ろに回してくださればいいと思いますので、すいません、よろしくお願いします。はい、その協力いただいている間に他のアナウンスをします。まず今日は第一礼拝で洗礼式がありました。あ、新約やってくれるだと、この後洗礼式がありますので、新しく来た人、はい、それではスクリーンか集報をご覧ください。では新しくいらっしゃった方を、ご紹介いたします。田村彩さん、その場にお立ちいただけますでしょうか。歓迎いたします。あとですね、ドンさん、以前2年前に来ていた、らしいんですけれども、はい、ドンさん、オハイオ州から来ていらっしゃいますね。その他のアナウンスですけれども、あ、リンリンと一緒があるか、リンリンと一緒っていうのがあります。リンリンと一緒はですね、お母さんと一緒じゃなくて、さっき特別賛美で歌っていただいた、黒里智子さん
がですね、子どもたちと、子どもたちに歌と手遊びとかを教える会ですね、今週の、金曜日、毎月ですね第3火曜日の10時半から12時まで、この場所で行っています。ぜひですね、小さなお子さんをお持ちの方がいらっしゃいましたら、お知らせください。その他はあったかな、あと賛美の会っていうのが、やっていますね。これは聖歌を歌う会とは別に、聖歌を歌う会ですね。毎月第3水曜日になります。なので今週の水曜日ですか。はい、以上かな。あとお知らせで、3月の27日、第4日曜日ですけれども、イースター礼拝に、なっています。第2礼拝は昇天者記念礼拝になっておりますので、関係者の方は、ご参列ください。その後に、墓前礼拝も、あります。実際にそのお墓に行ってそこで礼拝を捧げるんですね。はい、では最後に誕生日の方を、お祝いしたいと思います。誕生日の方いらっしゃいますでしょうか。今日から、土曜日までに、あ、トータ君、お名前がアイザヤです。そうアイザヤ。じゃあ、ハッピーバースデーディア、トータ君、あと、アイザヤ、あと、あ、上にいますね、いつも音響やってくれてる、タカ君ですね。じゃあハッピーバースデーディア、トータ君、アイザヤ、タカ君、はい、お願いします。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアトータ君で、アイザヤ、あとタカ君、ハッピーバースデートゥーユー。はい、それでは、洗礼式になります。はい、じゃあ今日洗礼を受ける青年を紹介します。じゃあ小野君、前に来てください。じゃあ前に来て、あ、こっちから来て、どうして洗礼を受けることになったのかね、はい、自己紹介を兼ねて、じゃあこちらの前、こんにちは、はじめまして、小野義郎です。僕は今高校の3年間通えて、4月から東京で仕事が始まります。その仕事が始まる前に洗礼を受けようと決意し、今日は来ました。少しの間ですが、僕の証を聞いてください。僕が神様に出会ったのは幼稚園の頃でした。親がクリスチャンホームでなくてもキリスト教の幼稚園に通っていたので、神様の存在を知ることができ、そこでは毎日毎日お祈りをしていたのですが、自分は幼く何のために祈っているのかも分からず、その幼稚園を卒園しました。卒園してからは神様のことは一切考えず、そのまま中学校2年生まで過ごしました。そして2年生の時、自分たち家族は父の転勤のためタイのバンコクに引っ越すことになり、中学の3年生は向こうで過ごすことになったのです。タイでは自分は日本人学校に通い生活していたのですが、休日は暇な一日を毎回過ごしていました。そんなある休日、母からいいところがあるからと言われ、自分は面倒ながらも連れられていくと、そこは教会でした。幼稚園以来行ったことのない教会、自分の中では静かでつまらないところなどと思いながら中に入ると、大人から小さい子どもまで少人数だけれど揃って元気に賛美していました。言われるがままに牧師先生に握手され、並んで賛美して礼拝を聞いている自分は自然と神様のことに興味を持ち始めていたのです。それから少しずつ教会に行き始め、だんだんと神様のことを知っていき、未熟ながらも神様を信じようと決意しました。タイでの中学校生活の終盤、自分はやはり幼い頃からの夢を諦められず、高校は日本の高校を受けることを決めました。自分は受かるかどうか本当に不安でいっぱいで、ひたすら自分で頑張らなきゃと思いながらも勉強に手がつかずにいたのです。
ついには本まで読み始めていき、本を読んでいるうちに聖書までたどり着いてしまうほどでした。しかし、その聖書を読んでいる自分に語りかけるように、この言葉が目に留まりました。マタイの福音書7章の7節から8節、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、叩くものには開かれるという箇所です。それを聞いてから自分の悩みについて教会で祈っていただくことになりました。そして自分でも祈り始めていくうちに焦りや不安が減り、勉強もでき、神様に導かれその高校に入学することができました。またしっかりと神様のことを再確認することもできました。日本に帰ってからは自分の親友である郷間武弘君がここの教会に誘ってくれて、初めてスプリングキャンプにも参加しました。そこでは神様の素晴らしさに触れられ、またこんな自分なのに神様を愛してくださっているということも実感できました。それから高校3年生の就職の時期がやってきて、自分は難関な会社を志望し、自分は就職できてもできなくても神様あなたの最善の道に従いますと祈って、そして教会の友達先生に祈っていただき、自分は導かれその東京のホテルに就職することになりました。神様を信じる前は何も信じるものはなく、嘘も平気でつき自分のために生活してきました。何か困難を乗り越えるためには自分が頑張らなきゃいけないと思っていました。しかし今は自分のことを愛してくださる神様がいることが分かりました。これからも困難なことがあるかもしれませんが、神様に従いお祈りしながらクリスチャンとして、共に進んでいきたいと思います。以上です。マイク使えるかな。はい、じゃあ吉郎君のために祝福のお祈りをします。そこにちょっと膝までいてくれるかな。じゃあ CS 先生も来てくれる。はい、じゃあ CS 先生に、はい、お祈りします。愛する天のお父様、吉郎君をあなたが導いてくださり、あなたのもとに引き寄せてくださったことを感謝します。いろいろな道を、歩んでいきました。でも主よ、その、一瞬一瞬、すべての道のりを、神様あなたがあなたの御翼の陰で、守ってくださり、そしてここまで導いてくださったことを感謝します。神様どうか、これから先の人生もあなたの、示してくださる道を、大胆に歩んでいくことができますように、神様どうか導いてください。この洗礼の日を感謝します。期待してイエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。じゃあ君を愛される、はい、君を愛されるためにお歌います。
の紹介があります。ロゴスですね、私たちの教会のメンバーである原田浩二先生のすべては子どもたちの学びのためにという本が販売されています。ぜひ皆さん、これ不登校とかですね、いじめ、勉強、議題がなくなった学校っていう、おそらくその先生の経験をもとに書かれているものだと思いますので、素晴らしい本です。ぜひお読みください。そして、お帰りの際は皆さんぜひ、お腹が空いたでしょう、ホットドッグを必ず一つ持って帰っていってください。では、終わりになります。祝福がありますように。